はい、こんにちは。ザ・ゲーミングチャンネル99です。今日はですね、久しぶりに名作シリーズをお届けしたいと思いますけども、お届けするゲームはこちら。アラン・ムーンさんのですね、名作、ユニオン・パシフィックです。で、このシリーズはね、一応ね、元々のね、ゲームがあって、ユニオン・パシフィックがあって、新しいゲームがあって、いろいろあるわけなんですけども、その中でもね、鉄道っていう位置づけになってるこのゲームはですね、個人的に割と好きだって、欠点もあるゲームなんですけどね、なかなか好きだったゲームだったので、今日こちらですね、ユニオン・パシフィックをご紹介したいと思います。はい、こちらですね、アラン・ムーンさんのですね、ユニオン・パシフィックですね。これもですね、アミーゴ版が最初だったと思いますけども、1999年ぐらいだったかな、というゲームになってまして、もうすっかり20世紀のゲームになっているわけですけども、ゲームとしてはですね、比較的シンプルな構造になってまして、この広大なね、大陸のところを自分のところのカードを使って、電車を引いていって、目的があるわけじゃないですね。とにかく、どんどん拡大して引いていくと。いうことであって、会社の規模が大きくなってくるんですね。で、そこに対して自分のところがその会社の株を公開していれば、その会社の規模に応じたポイントが入ると。割とですね、昔のゲームなので比較的分かりやすいシステムを取っておったんですね。それがね、どんな風に実現してるかってね、早速ね、コンポーネントを見ながらご紹介したいと思います。はい、こちらの方ですね、コンポーネントをガバッと出してみました。昔のゲームはですね、割とこのレビュー泣かせのですね、かなりこのボードがやけに大きいのがね、トレンドだった時代があるので、これも非常に大きいボードなんですけども、これがアメリカ大陸をね、表してるんですけども、ここのところにもうすでに置いてますけども、こういったね、各会社が、いろんな会社の最初の鉄道がこう置かれていて、これが、10社ほどあるわけなんですけど、これがその会社のね、なんていうんですかね、起業した土地といいますか、一番最初の場所なんですね、こんなもんね、それぞれ置かれてて、唯一緑だけのところが最初に2列車から始まってるわけですけども、これをこちらの方の、このボックスがまた割と機能的にできてるわけでして、会社ごとにこう分けて、お金の札こう置きなさいよって、箱をこんな風に使いなさいよってなってるんですけども、これをこっちから取っていって、ここのところに置いていくと。で、どんどん、ここに置かれてるやつが、大きくなっていくと。各会社ごとね、繋がってるの大きくなっていくっていうのは、基本的なゲームの方向性なんですけども、どうしていくかっていうと、プレイ自体は割とこのゲームシンプルになってまして、そういう鉄道系のね、線路カードがあるわけですけども、この線路カードと、ここのところに模様があるので、これを、例えばこれだと、ここに該当しているので、該当しているところのカードをプレイすることができたら、例えばこっちからこっちに、新しい電車を置けると。これで、このね、都市都市が1区画なんですけど、1区画に同じ会社って1個しか置けないので、ここってもう茶色置けないんですね。置く必要がないので、こう置くと、ここが緑の区域から、こっちの区域まで、ここからこの都市を通って、ここまで通ったっていうことになるんですね。こういう形になっていくので、自分が伸ばしたいところの線路、カードをプレイして、該当するやつをまた伸ばしていくと。こういうことなんですね。自分のプレイの手番では、こうやって、線路カードを出して新しい電車を置けば、このゲーム本質は株式のゲームなんですけど、こういった各会社10社に対応するカードがこう株券が出ているので、株券をどれか1枚もらえるんですね。電車を拡張したのでもらえる。これが本質になってるのが、今緑を拡張したからって別に緑を取る必要なくて、株券どれでも取れるんですね。ランダムからもらうか、こちらの方の見えてる違う会社の方を取りたいかなんていうのがあったりして、これを手札にもらうんですね。ちなみにここで書いてるところは、ここ9とか18とかありますけど、これが18って書いてるやつは株式が最大18枚ありますよってことなので、この株式のね、枚数をみんなで競うので、例えば9枚取れば絶対トップタイになれるよねとかね、こういうことの目安になってるのと、この23って書いてるのは、これのね、これがどんだけ拡張できるかって拡張要素があるのと、実は電車は線路と対応しているものが決まっていて、緑の会社だったら4線路ここに種類があるわけですけども、どれでも拡張できるけど、ここはこの線路以外拡張できないよなんていうこう制限が書いてあったりするので、将来性がどのぐらいあるかってこうなんとなく分かるんですね。巨大な会社になれるよ、どこでも拡張できるよ、ここって7株しかなくて、10しか電車がないと。で、この線路しか行けないので、どん詰まったらもう置けないよねなんていうのがあったりして、線路カードを出して新しい鉄道を拡張することができたら株式を1つもらえると。株式は最初から一定数持ってるわけですけどね、これをもらえると。こうやって新しい株がね、すぐ補充されるわけですけども、こういう風にするか、自分の手番で、実は最初に線路カードを補充するんですけど、線路カードを補充したやつを別に使うわけじゃなくて、もうそのまま捨てちゃって、自分の手元の株式を公開すると。株式公開するときは、1社だったら何枚でも公開できるんですけども、2社だったら、1株ずつしか公開できないっていうのは、いずれかを選んでね、これを公開していきます。こう手元にね、この株式はこうですよっていうのをまあ、こう置いていくわけですね。基本これだけなんですよ。自分の手番だったらまあ洗脳カード引きます。それを使ってどっかプレイしてね、洗脳カード手元持ってるどれかプレイして、どっか拡張して株式をもらう。で株式はすぐ補充する。するか、線路カードを引いて補充して、これもいらんっていうふうに捨てて、特定の手札から株式を出す。1社だったら何枚でも、2社だったら1枚ずつしか出せないんですけど、まあ、出す。ほんで手元のところにどの会社のやつを何株公開してますかっていうのは全員に見えるように必ず置いておきましょう。まあ、ここだけなんですね。じゃあこれどうなっていくかって私的に、まあ、お金を稼ぐゲームなんですけども、まあ、この株式のカードをどんどん使っていくわけですけども、この中に一定枚数のこういう決算カードっていうのはこの中ランダムで入ってるんですね。ある法則で入っていて、補充された時にこの決算カードがめくられたらその瞬間でちょっと一回ゲームシステムブロックされて決算に入るんですね。決算の時にはもう非常にシンプルで、この10社の会社にそれぞれ全部決算が入りまして、こちらのところにこういう各自ねリファレンスをもらっているんですけども、この一番上の会社の方から誰が一番たくさん株式を公開してますかっていうのを競って、1位と2位ですね、一番公開してると2番目に公開してるっていうのをそれぞれ会社ごとに決めていきますと。こうね10社ありますからね。決めたらじゃあいくらお金をもらえるんですかっていうことになると、実はこの会社の鉄道の数なんですね。緑のところは今1個2個3個4個5個6個置いていて、まあ、本拠地も数えるんで7個分なんですけども、1個100万ドル単位なので、一番株式を公開している人は700万ドルもらえるんですね。要は7ポイントと一緒ですけど、7ポイントもらえるんですね。で2位の人は2分の1の端数切り捨てなので、こうやったら7なので半分だから3ですね。300万ドルもらえますよと。こういうことなんですね。つまり自分の株式の数はあくまで1位か2位かを決めるだけであって、いくらもらえるかは電車が何本走ってるかね、完全に依存してるんですね。つまりこういう23個も受ける巨大なやつなんだけど、もし私しか株式を公開していなければ1株株主でも全部総取りでもらえるということになりますね。逆にこの状態ですごい緑の株主を緑の株を公開してる人ってトップは硬いなと思ってみんな諦めたら、じゃあ私1株でも公開しちゃおうって減って公開してれば2位はもらえるんですね。半分はもらえるってことがあるので、これがなかなかですね、自分の手放した時に自分が大きくしたい会社をどんどん大きくしたいんですね。鉄道をどんどん置きたいんだけど、置く時には株式公開できないんですね。株式公開できずに株だけはどんどん手札にも増えるんですけども、手札に持ってる間では株式公開してることにならないので、全然他人との1位2位の株式公開するのに全然レースに出れないんですね。株式を公開するのはもちろん大事なんですけど、株式を公開してる時にはここの電車を増やすことができないので、電車を増やさないと新しい株式はもらえないっていうことがあるので、ここのジレンマが非常にシンプルなんですけどよくできてるんですね。なので基本は何度も言います通り、手番が来たら線路を引く。線路を引いて、引いた線路カードを含めて手札にある線路カードどれか使って、どこでもいいから引ける線路はね、会社で決まってますけども、引ける線路のところを出せばその会社の電車を延長できるということになっていって、どんどんここね電車の数がどんどん増えていく。でどんどん増えていけばだんだんこれ狭くなっていきますよね。1区画の次最初のここのとこも2個しか置けないので、もうここは誰も通れませんよことになってくるので、もう置きたいんですよね。どんどん置いていきたい、自分がトップの会社ではっていうところがあるんだけど、そうするとここばっかり頑張っても他の会社の株式の競り合いとかどうするかとか、さっき言いましたようにいくら収入入るかは電車の数ですけども、誰がお金をもらえるかは株式の数に完全に依存しているので、これをいつ公開するかで、誰かがあんま気にせずにポンポンとか電車を公開してると、この株式のところが引いたら新しいのが保有されてきますから、割としょっちゅう決算が出ちゃうんですね。この中ありますけど、この中に4枚も入ってますから、割と数字をしたらすぐ決算が起きちゃう場合もあるので、この決算がいつ起きるかは完全に昔のゲームなんでね、ランダムでわからない、ある法則で入れることをね推奨されていますけども、でも完全にいつかはわからないので、いつ起きるかわからないので、いつ株式を公開するのか、いつこれの鉄道を増やすのかで、株式はランダムで引くのか見えてるやつを引くのかっていうので、ハルさんも茶色を集めてもうヘックス枚持ってますよねっていうのはバレるのが嫌なのか、ランダムで引いたら本当に10社あるんですね。どれが来るか全然分かりませんからね。どれか分からないんだけど、まあ分かんないね、人かなんていうところね、この辺の微妙なさじ加減がこのクラシックのゲームですけども、この本当に株式の優劣っていうところと、ここの鉄道っていうのが見た目でどの会社がどのぐらい収入入るかバッチリ分かる。そして誰がファーストセカンドの株式を持ってるか全員見合ってる、私よく言うやつですね、分かっていて、手元におるやつだけは推測するしかないっていうところがなかなかですねクラシックゲームなんですけども面白くできているところではございます。でやっぱりですねクラシックゲームなので弱点もあるわけですね。もう実はこれコンポーネントのグラフィック見てお分かりかと思いますけども、ここのところさっきから何度も出てますこの線路ね、これとこの線路カードが対応してるって言ってるんですけど、まあこの線路がまあ分かりにくいわけですよ。これね何の線路やねんっていうことがあって、しかもここのところのこれとかこれとか違うわけですね。この辺いろいろまああったりするんですけど、違うんだっけこれとこれ違うんですよ。違うんだこれね点々になっててこれ直線なんですけども、違うんだっけっていうぐらいのことがあって、これがまたものすごいリボークするんですよね。プレイしていて「ああごめんなさい私全然置けないとこに青拡張してたわ」とか「ああしまった白ごめんなさい置けないのに」もちろんこの数はね有限なのはねこっちのコンポーネントからはっきり分かるわけですけど、この全然置けるはずがないところなのになぜかプレイ中にこれを見誤って置いてしまったっていうことがものすごいこのゲーム発生します。よく起きます。気になる方はですねボードゲームギークのところとかですねユニオンパシフィックのイメージでとこ見てもらったらこの写真いっぱい上がってるんですけども、ものすごいたくさんのコメントで「お前間違えてプレイしてるぞ」っていうのがついてるのがご覧になれると思うんですけども、そのぐらい間違いやすいゲームなんですね。これコンポーネントのビジュアルデザインがはっきりと悪いんですけども、そういった点はですねかなり気をつけてプレイしないと、他の前のプレイヤーがそれ大丈夫っていうぐらいチェックしてあげないとしょっちゅう間違うところなので、ここは非常にこのゲーム残念なところではあったりします。でもう一つ途中にご紹介しませんでしたけども、実はユニオンパシフィック株っていうのが入っていて普通の株式の代わりにこれを入手できるんですね。これはどこでもなくって20株だけある。この鉄道の数とは全然関係なくって、この株式数の1位2位が決まれば決算が4回あるうちの1回目あれば自動的に1位には軟禁2位には軟禁で2回目あれば1位に軟禁2位に軟禁っていうですね、決算のたびにこれのいくら入るかっていうのは鉄道拡張とは全然関係なくて株を持ってるだけで入るっていうユニオンパシフィック株、通常の株式の代わりにあるとあるルールで入手できる特殊な株式なんですけども、これが入っていてこれが若干強すぎるんじゃないかなっていう話はよく聞きます。このユニオンパシフィックの株が。でこちらのところはですねアミーゴシェアなんかのルールとか見てると一番最初のルールとはちょっと変わっていて、トーナメントルールって実は途中であったりしたようで、トーナメントルールではここのところの入れる決算の入れ方がランダムではなくてある程度均等に割ってその中でランダムで入れなさいよっていうのになっていたり、このユニオンパシフィックの株式をですね1手番に実はこれ最大2枚手に入るんですけども、標準ルールだと1手番に1枚しか手に入らないっていうルールに差し替えられている拡張ルールもトーナメントルールもあるようでして、この辺のところ私ちょっと見てみましたけども、実は私自身はトーナメントルール長くプレイしてたんですけども、トーナメントルールの方がいいんじゃないかなという気はします。なのでコンポーネントのところはちょっと見づらい点があるなというのはちょっと残念なところと、このユニオンパシフィックのところの株式は若干強すぎるんでちょっとルールを改めたトーナメントルール、こちらも本当は純粋に4枚ランダムだと最初の4枚出ちゃってもうゲーム終わっちゃいますからね、ある程度当分で入れるっていうトーナメントルールをダブルで採用していた方がずっと面白くなると思います。そうでないちょっとユニオンパシフィック株はちょっと強すぎるかなという気がするので、まあプレイされる方はねその点のところをね、まあどういったルールでプレイするのかななんていうのを気にしながらやってみた方がよろしいんじゃないかなというふうには思います。はい、というわけで今回ですねユニオンパシフィックのですねレビューをご覧いただきましてありがとうございました。まあですね個人的にですねこのユニオンパシフィック結構好きなんですよね。でやっぱり非常にシンプルなですね電車をこう広くしていくと、で電車が画面のねボード上増えていけば純粋にそれがその会社の収益を表していると、いわゆる株式にね還元できるお金を表していて、ただそれを誰がもらえるかは手元の非常に公開している株式だけだと、こういうことですね。まあこのねユニオンパシフィックのね前の時代ぐらいからね株式ゲーム非常に流行っていて、まあアクワイアなんかのね古い古典からいろいろあるわけなんですけども、このボードを見ながら拡張していって1位2位が誰だっていう設定いくっていうところで割とシンプルルールになってるのは非常に当時から面白かったんじゃないかなという思いますね。で押村君は途中でも喋りましたけどね、やっぱりボードのね線路はものすごい見づらいんですよね。かなりリボークを起きるので、まあ各プレイヤー間でねチェックしてあげたりするのがいいんじゃないかなというふうに思ったりします。でやっぱりちょっとこれね気になりますのはこのユニオンパシフィックなんですけども、元ネタがこちらですね。これアバカシュピール版のですねエアラインズですけども、これ飛行機なんですね。航空会社の方を表していて、こちらも同じデザイナーさんの方で作られたもう完全にほぼ同じゲームですね。もう違いももうさらにこの昔のゲームなので、もうこういうねもうコマが木のコマのチップになっていて、これまたでかいボードなわけですけど、これがまあ航空路を表すわけなんですけども、これがまあそっくりになっていて、これもまあこっちの見やすいかなという方もいらっしゃると思うんですけども、置けるのはこう二重線だったりですね、波線だったり点線だったりしていて、会社ごとにどれが置けますよなんて決まっていて、こいつのところは全部白黒なんで、この辺のボードの時にどの会社の株はこれが置けますよなんていうのを書いてくれてるわけですけども、これはこれでまあやっぱり見づらかったんですよね。で、株券のところにはどこに置けるかっていう情報がまた全くないもんですから、このリファレンスカードをね、頼りにね、とにかくプレイするときにこれを置けたっけななんていうのはチェックするということになっていて、まあなんとなく実はでもそう言いながらこっちの方がリボークスとかミスったことが私少ないので、こっちの方実は視認性は良いのかなっていうのを思ったりしますが、まあこういったね、元ネタがあってエアラインズがあって、これはまあ空港のネタだったので、こちらユニオンパシフィックは鉄道ネタっていうんで、まあ、切り替わってるということですね。実はこいつのさらに後、実は私持ってないんですけども、もう一回今度飛行機に戻ってエアラインヨーロッパっていうね、ネタの方に変わって、今でもそれ多分入手できると思うんですけども、ほぼほぼ同じシステムのまま来てるというものがありますね。まあこういうところで、ね、ちょっと皆さんにもね、ご意見を伺ってみたいと思うんですけどね、これ実はエアラインの方からですね、このユニオンパシフィックになるときに、さっき途中で見ましたバランスちょっと難しいなというユニオンパシフィック株っていうのはね、これ新しく入ってるんですね。だからほとんど同じなんですけども、ユニオンパシフィック株っていう株が全然ボード上に置くのと関係ないものが入って、まあそこだけバランスがちょっと変わってるっていうのと、エアラインズはヨーロッパになると、ユニオンパシフィックに該当する概念はそのまま持っていかれてるんですけど、またちょっと配置の概念がまた変わってるんですね。こうリメイクしながらですね、この時実はすでにエアラインは入手性が非常に悪かったので、ユニオンパシフィックでエアラインズが遊べるようなんていうふうに思って買ったらですね、あれちょっとバランスが違うぞと思ったわけですね。で、さらにエアラインズが出たら、あれ、エアラインズのヨーロッパってエアラインズはそのままで地形が変わっただけじゃないのと思ったら、さらにこれより違うルールが入ってるっていうことがあったりして、こうしたですね、新しいリメイクが出るっていうのはまあ喜ばしいことではあって入手性が良くなるんですけども、その時だったらせっかくだったらオリジナルとね、同じものがプレイしたいなと思う方でしょうか。それともですね、まあやっぱり新しくせっかくリメイクするんだから、新しい要素が何ぞ入ってた方が嬉しいんでしょうかっていうね、どちらがお好きかっていうのをですね、よろしければコメントの方で教えてください。はい、私個人的にはですね、まあ、このエアラインズのね、まあ、飛行機の方からですね、これ鉄道のユニオンパシフィックのね、テーマが変わってしまうんであればですね、まあ、新しいシステムが入ってもまあしょうがないかなって、リメイクと言いながらね、しょうがないかなと思ったりするんですけども、エアラインズからエアラインズヨーロッパですね、ヨーロッパの方に行くんだってあれば、エアラインズの名前引き継ぐんであれば、できればほぼほぼ同じシステムのところで、まあ、マップが変わったぐらいしてくれた方が、子さんのプレイヤーとしては嬉しかったかなっていう感じがなんとなくしますね。全然違うテーマとかね、切り替わってしまうんであれば、全く違うテーマになっててもですね、新しい要素が入って、まあ全然それは大丈夫だと思うんですけども、似たようなところのリメイクするんであれば、せっかくだったらもともとと完全同じルールとかね、いうものと、まあオプションルールとかで新しいものが入るなんて切り替えるようにね、してくれた方が、個人的にはね、好きかななんていうふうに思います。まあそうしたところね、ご意見よろしければお聞かせください。はい、というわけで今回ですね、名作シリーズとしてユニオンパシフィックをご紹介いたしました。途中ね、ちょっとね、お見せしましたね、エアラインズもね、まあほぼほぼ同じではありますけども、どこかのタイミングできちんとまたお届けしたいと思います。というわけで今回ですね、ユニオンパシフィックをお届けいたしました。ザ・ゲームギアチャンネルの春99でした。はい、動画をご覧いただきましてありがとうございました。ザ・ゲームギアチャンネルですね、ボードゲームの専門チャンネルになっておりまして、様々なボードゲームのレビューとかですね、プレイレポートなどをお届けしております。もしですね、このチャンネルをお気に入っていただけましたらですね、チャンネル登録とかですね、個別の動画へのいいねボタンをよろしくお願いします。ザ・ゲームギアチャンネルの春99でした。